はい、それではトレーニングしていきたいと思います。パオをの口で加えます。皆さんこんにちは、ポポです。今日は私の大好きな顔トレグッズパオのご紹介をしたいと思います。もうこれはね、2年くらいかな、ずっと使ってます。見ての通りちょっと黄ばんじゃってるんですけども、かなり使い込んでおります。2年間使ってみて、これがねパオ始める前の写真です。2年か3年前の顔ですね。で、2年間続けて今こんな感じです。パオやっていて、まあ、いいなって思うことは、顔の血色が良くなるっていうこと、化粧のノリも良くなるような気がします。あとね、ここのほっぺのここグッと上がります。で、ね、なんかパーンって張る感じ。それで2年間くらいやってるんですけども、顔が老けたとかほうれい線が濃くなった印象はないかなっていう風に実感してます。これビフォー、 2,3 年前の写真だと思います。アフター、違い分かりますでしょうか。それで私今こう矯正してるんですけども、歯を4本抜いてます。それで抜いてだいぶ狭くなったんですけども、感覚が。で、この隙間も全部埋めるために歯を今押し込むようにしています。でね、こうその分口がこうしぼまっちゃって、
余った皮膚とかでここにシワができるんじゃないかなっていうふうに私ちょっと思っていて、歯医者の先生にですね、このここねしぼまっちゃった分ここにほうれい線ができたりしないかって、なんかネットとかで調べたらそういうこともあるみたいなことが書いてあったから不安なんですけどっていうふうに言って、でも私矯正始めてもう結構経つけど、その前からパオをやってるんですけどもっていうことを話したら、パオすごいいいんですよっていうふうに先生が喋ってて、先生はまだお若いんですけども、先生よりご年配の歯科医師の先生方もこれねすごい効果あるんだよねって言って、美容意識の高い先生方はやってるんですよっていうことを教えてもらって、これはね歯科医師お墨付きの商品です。私はいつもパオをして化粧をしてるんですけども、まあ、どうしても時間がない日とかあるじゃないですか、結構寝坊しちゃったりしてでも出かけなきゃいけないとか、そういう時は、5分しかないんだったら、もうね、パオか化粧かって言ったらもうパオを選べます。旅行とかに行く時とか実家に帰る時ももちろんいつも一緒だし、手放せない商品です。なんかね顔色とかも良くなるから、本当にファンデーション塗るよりもいいかなっていう風に思ってます。で今回はパオを一緒にやる動画っていうのを作ってみました。まあ、なんでこういう動画を作ったかっていうと、自分がいつも一人でやってる時に、まあ、そういう動画があったらいいなっていう風に思ったから作りました。なんかねスクワットとかそういう筋トレみたいに1回2回3回4回とかっていう風に数を数えてやることができないし、何分測るかやるって言ってもあれ今何分やったっけみたいな途中で分かんなくなるんですよ、こう結構必死にやってると。でひたすらこれを加えてこうやってるとなんかどこまで頑張ればいいのかちょっと分かんなくなるので、ここまでやればいいっていう指標みたいなそういうのが欲しかったので、私と一緒にやる動画っていうのを作りました。私は毎日その動画を見てこれからも継続してやり続けたいと思ってます。やっぱりこのパオは正直続けるのが辛いです。もうこの顔のね筋肉がすごく痛くて、痛いっていうことはこの筋肉がね動かすことで壊されてまた新しく強い筋肉に生まれ変わるっていうのでいいことなんですけども、それでもやっぱり辛いものは辛いです。でね、やめたいなっていうふうにも思います。髪の毛とか化粧のセットとかまあいろいろあるのに、顔の筋トレまでしてたらもう結構ねてんやわんや大変なんですけども、それでもねこうして筋トレは結果に現れるし、自分筋トレは裏切らない、まあ、筋トレ信者なのでこれからも絶対続けていきたいと思います。あとやっぱりね達成感を味わえます。ほんと筋トレと一緒なのでね、毎日頑張ることが自分の自信になったり、こう生き生きと楽しく一日を過ごすことにすごくつながってると思うので、よかったら皆さんもぜひやってみてください。筋肉に年齢は関係ないので、私は22か23歳の頃から始めたんですけども、何歳から始めてもバッチリ OK だと思います。これね今一番重い重りがついてるんですけども、まあ初めての方はねパッケージ持ってたんで取っておいてたんであるんですけども、初めての方はこれが一番軽くて次にこれが重くてみたいな感じで重さも変えれるので、初めての方でも安心してできると思います。パオってどんどん新しいモデルが出てるんじゃないかなって思うんですけど、私は今フェイシャルフィットネスパオ7モデルってやつなので、もう古いのかな、最新を前買ったけどもう古くなってるかもしれない。あ、それとこのマウスピースなんですけども、これは外して洗うことができます。なので毎日洗えて衛生的です。私こうやってうちにここが緩くてガバガバになっちゃってパコパコ動くんですよ。そういう現象が起きた時になんか毎日ちょっと不便だなとは思ってたんですけども、ここだけ売ってます。確か500円、ロフトとかでも売ってたしネットとかでも買えます。私はロフトで買いました。なのでここだけちょっと白いんですよ。ということで長年ずっと使い続けられる筋トレアイテムなので、皆さんもよかったら買ってみてください。こいつ忘れてた。